はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、闘病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ここ最近というか、まあ、ここ1ヶ月間はですね、その帯状疱疹の症状がひどくて、まあ、そのお話をさせてもらったんですけども、その前回のね、通院で、ね、だいぶマシになってきたよとね、診断されました。まあ、僕の体に出たね、その症状は主にこの左足に出てきてね、まあ、特にその左足首が痛くなってしまいましてね、まあ、他のその左足のね、部分はね、マシになってだいぶ痛みが引いてきたんですけども、でもまだその麻痺は残ってるところもありますけどもね。でそんな左足に関してはね、まだまだちょっとうずくような痛みがありますけども、まあ、これはね、帯状疱疹後神経痛という病名としてね、診断されました。まあ、これに関してもね、もうね、痛みがね、もうちょっとずつちょっとずつ引くまでね、薬をね、飲みながらね、辛抱せなあきません。そんしてそんな矢先に、粘膜嚢胞じゃないわ、粘液嚢胞ですよ、粘液嚢胞というのが現れたんですよ、僕の、ね、体にね、彗星のごとく訪れた謎の突起物、粘液嚢胞というのはですね、その体の中では様々な箇所でね、発症することが、まあ、ある疾患なんですけども、まあ、僕の場合は口の中のベロの下で発症しました。この口の中で発症する病気はですね、口腔粘膜疾患というジャンルになるんで、まあ、その中でのね、まあ、唾を出す唾液腺というのがあるんですけども、その粘液嚢胞っていうのは、その唾液腺が関係する病気の中の一つなんです。別にね、痛くも痒くもなんともないんですけども、その口の中にできてしまってる以上はね、何らかの原因で、まあ、何らかが原因でですね、その傷ついてしまったら、こう出血したりしてね、こう何かに感染したりしたらいけないということで、まあ、今月の末にね、取ってもらうんですけどもね、まあ、その取ってもらう際にはですね、その粘液嚢胞のその膨らみをね、こう切除するということはですね、まあ、メスやナイフかハサミなどの刃物を使ってね、切除するわけですから、まあ、その必ずその際にはですね、麻酔をするわけですよ、麻酔。僕はね、その麻酔に対してもうすごい恐怖で怯えております。まあ、この話はね、まあ、ここ最近連日話してますけどね、その粘液嚢胞がそのベロの下にできているので、まあ、きっとベロに注射針を刺してね、麻酔をこうブスッと注入するから、もう絶対に痛いと思うんですよっていう話をね、してるんですけども、だってご飯食べてる時にね、その誤ってベロをね、噛んだだけでもめっちゃ痛いじゃないですか。もうね、だからね、絶対にね、あの注射針をね、ベロに刺す瞬間とかってね、痛いと思うんですよ、これほんまに。とまあね、この話はね、皆さん聞き飽きるほどね、ほんまに毎日喋ってるので、もうこの話はね、この僕のお気持ちっていうのはね、皆さんに伝わってると思います。結局はね、その謎の膨らみもですね、謎の突起物もですね、その粘液嚢胞とね、診断されましたので、特に大した病気でもなかったということでね、今はほんまに安心しております。といった感じでね、その帯状疱疹に悩まされた後に、やがてそれが帯状疱疹後神経痛に移行していって、でそれの痛みが穏やかになってきた矢先に粘液嚢胞になって、でその粘液嚢胞が現在進行形なこの1ヶ月半でございます。でね、そんなこんな1ヶ月半というね、この期間でですね、コメント欄で皆さんからこう寄せてもらったコメントの中でですね、ヤスまた痩せた、ヤス顔こけてないっていうコメントがね、ちょっとね、あったんですよ。確かに最近体のお肉に変化が見えてきましたね。それもまあ、ちょうど1年ぐらい前かな、1年半はいかんか、1年2、3ヶ月前ぐらいの通院の時にね、先生に言われた言葉が原因やったんですよ。原因じゃない、きっかけやったんですよね。その頃はね、その退院してからというものね、その長期入院をしてたのもありますし、その抗がん剤と、何やったかな、骨髄移植の副作用と合併症でね、まあ、ろくに食事も取れずにですね、みるみる痩せていってたので、まあ、退院してからは、
まあね、その体重を増やすということを目標に、ね、やってたんですよ。なのでね、その口の中の粘膜障害やね、まだ少し続いていたその消化器系のね、その、臓器疾患をね、そういろいろ考えてですね、それに負担がかからないような、まあ食事といったね、その中でも食べれるものを食べるだけ一生懸命食べたわけですよ。そしたらその通院の時にですね、すごい言い方をされましてね、まあ、すごい言い方とされたというか、まあ、その先生もそんな言い方するんやって感じで病院に行った時にね、言われたことがあるんですけども、その日はね、僕たまたまなんですけども、そのコンビニ、病院のコンビニで買ったカフェオレのね、ペットボトルをね、こう手に持って行ってたんですよ。で、喋ってる時も先生と喋ってる時もこうなんか置いたらええのに、カバンと一緒に置いたらいいのに、なんか手に持ってこっちにハンカチ持ってこう喋ってたんですよね。ほんならその先生がそのカフェオレをね、指さしてね、これこれこれが原因なんですよ、こんなんが原因なんですよ、こんなんと同じような甘いもんとか好んで食べてないですか、食べやすい飲みやすいからといってね、こんな太りやすいものばっかりでね、体重を増やしていったらいけませんよ、ちゃんと考えて食べたり飲んだりしないと糖尿病になりますよ、白血病の治療が終わったと思ったらね、次は糖尿病の治療をせなあかんようになりますよ、糖尿病になるとね、体のいろんな箇所にね、症状が出てきて、白血病で命に関わったのに、次は糖尿病で命に関わることになりますからね。僕はね、怖くなりました。なのでね、僕はね、ちょっとね、変えようと思ったんですよ。変わろうと思ったんですよ。でずっとね、この僕の動画を見てくれてる人らはね、してくれてはるんですけども、僕はそれまでに蓄えたこの体重を減らすためにですね、いろんなことをして努力を積み重ねて、この1年半以上でですね、15キロ痩せました。で、その痩せてる途中でもね、あの糖尿病のにね、関するその血液検査の数値がいろいろあるんですけども、それにね、その陽性といった感じでね、その上限を超えてるよっていう感じになってしまって、先生からまたね、お叱りを受けたりとかして、で、それがきっかけで、またその管理栄養士さんのね、今度は管理栄養士さんの指導を受けて、その食事の改善をね、していたんですよ。で、その甲斐があって、なんとかね、糖尿病をね、遠ざけることがね、できております、今のところね。で、それが嬉しくなって、ちょっとテンションが上がってしまってね、もっと良くなりたいな、もっと痩せたいなと思うようになって、で、自分の体をちょっと見つめ直したらですね、この一番最初に皮下脂肪っていうのが気になったんですよ。で、この皮下脂肪が少なくなったら、まあ、ある程度体重を減らすことがね、できるやろうし、もっとそのスリムになるんじゃないかなってね、思って今はそれに取り組んでおります。で、自分のね、この体というのは一般的に健康ではない体なので、まあ、そんな体でも何かできることはないかな、何か使えることはないかな、今の僕の体に害を与えないようなものはないかなと考えて探して見つけた結果、あのね、それがね、なんとね、紅茶やったんですよ。紅茶、今は紅茶を豆乳で割って飲んでます。あのミルクティーじゃなくてソイティーですね。ソイティーを飲んでるんですよ。もちろんノンシュガーでございますよ。ほんで、その紅茶なんですけどもね、そのまあ紅茶の成分をね、調べたらね、いいことも悪いこともね、まあ、怖いこともね、書いてあったんですけどもね、まあ、例えばいいことやったらね、その食事中と食後の血糖値の上昇をね、あの抑えてくれたりとか、体内の炎症反応っていうのを抑えてね、その脂肪の吸収を抑えてくれたりとか、その紅茶に含まれるカテキンっていうのがあるんですけども、そのカテキンっていうのはですね、その食事によってその増加してしまうその過剰な悪玉コレステロールをね、その抑える作用がね、あるんですよ。で、まあ僕の体はね、まだまだその悪玉コレステロールっていう数値を下げた方がいいので、まあ、これに関してはすごいええなと思ってるんです。あとね、その紅茶っていうのはその無理になく自然にダイエットができるとも書いてあったんですよね。そのね、お茶や紅茶やね、コーヒーなどに含まれてるカフェインっていうのはですね、脂肪の燃焼をね、促進させてくれる働きがあるんですよ。あのね、これに関してはね、実際にネズミを使った実験で、ね、立証されてるんですよ。それによるとですね、こう通常の餌プラス水を与えたネズミ分、何匹かのネズミですよね、それと、まあ、通常の餌プラス紅茶を与えたネズミ分のこの2つに分けて1年間飼育して、それぞれの体重の、増減か増えた減ったかっていうのを比較したところですね、なんとですね、紅茶を与えたネズミの方が体重の増え方が2割も少なかったんですよ。だからこっちの水と餌だけのネズミの方が
太ってたわけですよ。でこの時ですね、同時にねこう脂肪のつき方もね比較してみたんですって。その水を与えたネズミにはですね、肝臓の周りにたくさんのね脂肪がねついてたんですけど、それに比べて紅茶を与えてたネズミにはですね、それが全くね認められなかったんですって、見つけられなかったんですって。だからこれっていうのは内臓脂肪のことですよね。その内臓脂肪がその紅茶を飲んでた奴らには全くねなかったということなんですよ。まあこっちと比べてですけどね、水と紅茶と比べてなんですけどもね。でまたねこの2つのにね分けた奴らに対してね、その血液中のね中性脂肪のね数値をね見るとですね、水を与えただけのネズミ群の方ははるかに高かったことが分かりました。だからね、水を飲んでた方のネズミたちはですね、血中の中性脂肪の値がね高かったんですよ。でこのような結果からですね、紅茶っていうのはダイエット効果はほぼ間違いないなとね言えるらしいんです、ということなんですよ。でもね、またどんどんと調べていくとですね、今度はこんな怖いことも書いたんですわ。そのね、紅茶っていうのはね、飲みすぎるとね、尿路結石とかね、腎結石になるよっていうことをね、書いたんですよ。まあ、飲みすぎると良くないって言われてますけども、まあどんなものでもね、どんな食材でも、まあ過剰摂取はね、ほんま飽きませんからね。それはね、別にね、ないと思いますけどね、この大量のね、紅茶をね、毎日飲んでるとね、それはね、健康被害のね、可能性はね、高まりますよ。もうそれは十分理解できます。その理由としてはですね、紅茶に含まれているねカフェイン、タンニン、シュウ酸っていうのがね影響するんですって。特にこのシュウ酸っていうのはですね、その先ほども言いましたけども、尿路結石やねその腎結石の原因となるんですって。でそのシュウ酸っていうのはですね、あの例えばほうれん草とかタケノコなどに含まれているねえぐみやねアクの成分なんですよ。でそのねシュウ酸っていうのはね、その他ほとんどの植物にもね含まれてますけどもね、紅茶はね、そのね、共有量がね、比較的ね、多いとされています。で、シュウ酸っていうのはですね、その体の中に入ってくるとですね、腎臓でカルシウムとね、結合してね、結石となるね、性質があるんです。で、それによって尿路結石とか腎結石となる可能性があるんですよ。もうね、その尿路結石がひどくなるとね、今度腎不全になる恐れもありますのでね、もう怖いなぁと思いますよね。もう糖尿病をね、回避しようと思って、紅茶をね飲んでたらなんか尿路結石とか腎不全になるって聞かされたら嫌やわーって思いますね。まあ飲みすぎへんかったらええってことなんでね。まあそんな感じでね、まあここ1ヶ月間の間でですね、ヤス痩せたねとか、ヤスちょっと顔がこけてるんじゃないのってこう思われてたようなことっていうのは、まあ実際には痩せたんですよ。痩せたっていうのは紅茶を豆乳で割って飲むようになっていたからだよっていうことでした。まあ皆さんもね、紅茶ね、試してみてください。飲みすぎたらダメですよ。1日2、3杯程度でね、まあ朝1杯、昼1杯、夕方1杯ぐらいの感じでね、飲んでみてください。あ、もちろんノンシュガーですよ。ノンシュガーでお願いしますね。豆乳で割っても美味しいですよ。ソイティーってね、おすすめです。まあそんな感じで今日は以上でございます。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。